連日ね、マスコミで話題になっております、吉本をめぐる騒動ですよね。で、宮迫さんが悪いだの、亮さんが悪いだの、吉本の社長の、会見が本当にこう、いまいちだっただの、ね、全然こう、なんかごまかしばっかりだの、マスメディアも延々とこう、ね、報道しておりますけれども、もう今日こそはっきりさせましょう。一体、今回のこの騒動、ね、今回の一連のこの騒動の中で、一体、一番悪いのは、誰なのかっていう話ですよね。うん。私、うちの生徒さんにも、この件について尋ねてみました。ねね、今回の件さ、ニュースで見てるって、はい、見てます。誰が一番悪いと思う？いや、それは嘘ついてたから宮迫さんじゃないですかね。なるほどね、とか。いや、そもそも、そんなことをね、この、本当にこう報道したフライデーが問題なんじゃないか。なるほど。いやね、本当にこの吉本の、社長の会見には全然誠意が感じられなかったんで、本当に社長は問題だと思う。なるほどね。うちの、母にもね、昨日夜ちょっと一緒にご飯食べたんで聞いてみたんです。お母さんさ、今回のあれ、ニュース見てるって言ったら、まあ、あんだけワイドショーでやってるからね、でそれは見るわよね。あ、そう。今回お母さんさ、誰が一番あれはあかんと思う？宮迫？あ、そう。宮迫だと思う。りょうくん？りょうくんだと思う。社長かな。みんなね、点でバラバラなんですよ。もう今日こそはっきりさせましょう。一体、一番悪いのは、誰なのか？正解は、反社会勢力です。当たり前じゃないですか。反社会勢力が一番悪いに決まってるんですよ。そうなんですよね。にもかかわらず、マスメディアって言うほどそこを、論じることないわけですよね。どう間違っても反社会勢力が一番問題なはずなのに、どういうわけだかそこを報道するんじゃなくて、誰になんか責任があるだろう。ね、もともとその宮迫さんを誘った空手家の入江さんが悪いんじゃないかとか、ね、で、それをまた嘘ついて宮迫さんが悪いんじゃないかとか、ね、で、それをなんかね、本当に守ろうとしたのに、守りきれなくなって、ごまかしの会見ばっかりやってる社長が悪いとか、もうね、なんか議論があっち行ってこっち行って、もうなんかわけわかんないことになって、ダウンタウンの松本さんとかね、本当に極楽総務の加藤さんとかが、じゃあ俺がなんか動いて、なんとか守らなきゃなっつって、みんな頑張ってるわけですけど、なんで日本のマスコミはそこをあまり報道しないのか。で、かつですよ、もうここが一番問題だと思うんですけど、日本人大丈夫かって。日本人、本当にね、ちょっとクルクルパンになったのかと。思ってるわけですよね。いやいや、どう考えても、反社会勢力が一番悪いでしょうって。もう大前提であるにもかかわらず、うん、本当にあんまりそこ言わないですよね、みんなね。どうしちゃったんですかね。で、反社会勢力がですよ、例えば、もう見るからにこう、なんか薬剤さんのようなね、柄の悪い、もう昔ながらの、なんかパンチパーマでもかけて、もうなんか柄のシャツでも着て、こんな何、色のサングラスかなんかかけて、なんか来たんだとしたら、さすがの芸人さんたちも警戒したでしょう。ところが、ああいうね、詐欺集団グループっていうのは、もう見た目には、ただの爽やかなお兄ちゃんにしか見えなかったりとか、ああいう詐欺集団っていうのは、非常にこうね、言葉巧みに人を騙すことに長けてるわけですから、もうパッと見はすごく優秀な営業マンに見えたりとか、すごく好青年に見えたりとか、ね、そうやって上手にこう人をだまくらかして、特に高齢者とかだまくらかしてこうお金巻き上げちゃうわけですから、パッと見はね、人間的魅力がすごくある青年とか団体に見えなくもないわけですよね、うん、だからこそみんな騙されちゃうわけですけど、で、例えばですよ、今回でも、これ、事実かどうかわかんないけど、例えば、空手家の入江さんが、そういう人たちとちょっと付き合いがあったと、どういう人たちなのかなと、よくはわからないけど、なんか営業やってますとか、会社経営してますって言われたら、それは信じるしかないですよね。何の営業とかやってるんですかって、僕たちね、例えばちょっとインターネット系のそういう、いろんなね、例えば、なんかデリバティブ扱ってるんですとか、そういうちょっと難しい単語とか出されると、って感じで、ああ、なるほど、そういうことやってる人たちなんだ、と言って、こう、ちょっと仲良くなったと。で、例えば、このね、僕らの、ちょっと、こう、集まりで、入江さん、今度パーティーがあるんですけど、よかったら、ちょっとうちでなんか面白い話かなんかしてもらえないですかね、つって。ね、そうなのって言って、まあ、本当は吉本を通さなきゃいけないんでしょうけど、まあ、人とのつながりもあるから、じゃあね、ちょっとそこ行っちゃおうかな、なんつって、で、そこでこう面白い話をしたりとか、あるいはね、この集団がお願いするわけです。入江さん、もしよかったら、ちょっと僕たちね、今回人も集まって、すごくこう、お祝いの大事なパーティーなもんですから、なんとかその入江さんの人脈で、ちょっとこの有名な芸人さんとかって、呼んでもらうわけにいかないでしょうか、なんつって。ね、で、入江さんとかが、そうって言って、じゃあちょっと、
と俺の知り合いでよかったら何人かちょっと呼ぼうかって言って、みんなでそのなんか盛り上げたいから応援したいからさ、なんつってありがとうございますかなんかで、で、あのテレビにも出まくってるような有名芸人の芸能人芸人さんたちがそこに行って、おもろい話をすると、でそこで、あの本日本当にあの盛り上げてもらってありがとうございました、これギャラですんでっつって、ああもうありがとうございますって言って、で、持って帰ったと。ところが、後になってこの集団が、反社会勢力であったと、ね、高齢者とかから例えば詐欺で本当にものすごいお金を巻き上げてる集団だということが判明した時に、まあ芸人の皆さんみんな真っ青になったと思いますよ。嘘だろうって、俺ら金までもらってもうたいう話ですよね。でしかも会社通してないからこれは大問題だっていうことになり、で、あの当然、吉本にそれがバレた時に、おお前らあれまさかと思うけど金もらったんちゃうよなって言われて、でこれで金もらったって言うと、例えばね、俺を誘ってくれた入江の顔も潰してほしい、一緒にいたこの後輩たちがえらいことになるからっつって、そこはちょっと嘘ついちゃったわけですよね。うん、あ、いやもらってないですって、ほんまやろなって言って、いやもう本当にもらってないんだよって、本当に呼ばれていただけなんだよっていう話にきっとなったんでしょう。で、それが後にお金までもらってたよということが判明して、えらいことになった。宮迫は大嘘つきだとかね、本当にあのろくでもないやつだということですごい話題になってしまって、で、ここでね、ちょっとよくよく普通に考えなきゃいけないんですけど、宮迫さんとかぐらいの人がお金欲しさに反社会勢力だと知りながら営業に行ったかって絶対ありえないですよね。今回そのね、100万円だか200万円だか、その数百万円のお金をもらったことが汚い、しかもそれは嘘ついてたことが汚いとかで言われてるわけですけど、はっきり言いましょうか。宮迫さんクラスの芸人になったら、100万円、200万円なんてはっきり言って、はした金ですよ。冠番組いくつ持ってると思います？ね、あの人たちの年収いくらだと思いますか？うん、本当に、そのお金欲しさに絶対行ったわけじゃない。芸人さんたちって、今回の松本さんとか見ててもよくわかりますけども、本当に横のつながり、ね、仲間たちを大事にしますから、ね、間違いなくお金欲しさではなく、ああ、空手家の入江がそうやって言うんだったら、まあ一回ちょっと行ったろうかなって、で、お前らもちょっと一緒に行こうやって盛り上げたろうやぐらいの感じで、行ったに違いないわけですよね。で、ね、私もあんまり売れてないですけど、芸人のこの知り合いとかいますんで、本当にみんなね、芸人の人たちって、あ、もちろん一癖も二癖もある人も多いですけど、横のつながり、仲間とか、すごく大事にされるわけですね。本当に何、下手すると私が昔やってたもうミュージシャンとか以上に、ミュージシャン時代とかもの横のつながり以上に、芸人さんたちって本当に横のつながり大事にするなと思うわけですけど、そうやって横の、本当につながり仲間のためにと思って、良かれと思ってやったことが、今回悪として、広まってしまって、で、謝罪会見までして、で、この大嘘つきがと言われ、で、それをまたね、一回はかばおうとしたんだけど、ちょっとかばいきれなくなった吉本さんとかも、ものすごいちょっとこう苦しい会見になってしまったと。そんな社長がですよ、はっきり言って、本当のこと全部喋れるわけないじゃないですか。だって、あれだけの、ね、もう本当に国の仕事まで、受け負うぐらいの大きな会社を背負ってるわけですよね。で、それが、たとえ記者会見とはいえ、ね、そんなマスコミに面白おかしく書かれたり、またね、話に本当にこう、おひれがついて、偉いことになってもいけないので、本当に言葉を選びながら、慎重に慎重にギリギリのところで説明をしなきゃいけない。で、それがしかもね、そんな詐欺集団みたいな言葉巧みな人じゃなくて、もともとそんなに説明が上手じゃない社長とかが、それをやろうとするんであれば、それはもうね、しどろもどろな、何言ってるかわかんない、のらりくらりとした、ちょっとね、論点をずらしながらの会見になる政治家みたいな、っていうのは、当然のことだと思うんですよ。じゃあ今回マスコミが一体何を報じなきゃいけなかったかというと、悪いのは吉本興業だとか、ね、やっぱり嘘ついた宮迫が悪いとか、いやー、亮だって悪いとか、そんなことではなくて、改めて反社会勢力って一体どういう活動をしてるのか、なぜみんなが騙されるのか、一体日本国内にどれぐらいの人数がいるのか、彼らはね、どんなことを名乗ってあなたに近づこうとするのか、どんなことを言葉巧みに近づこうとするのかってことを、徹底的に連日に、報じて、あの芸人でさえ騙されたんだから、ね、テレビに毎日出てるような芸人さんでさえ騙されるわけだから、ぜひともあなたも気をつけてくださいね、ということの注意喚起をもっとしなきゃいけないということですね。もうああいう詐欺集団の手口なんかをたまにこのブログなんかで読んだりしますけど、まあ本当にね、変な言い方ですけど、見事としか言いようがない。これ、うちのお母さんのとこにこんな電話かかってきたら、お母さんそれは騙されるかも。
思うぐらい、もう本当にいくつく間も与えないほどに、テンポよく、高齢者の人たちが騙されていくと。これはすごいなと。ね、変な話、このね、反社会勢力詐欺集団というのは、何人も何人も逮捕者が出ても、それでもなお工夫に工夫に工夫を重ねて、どういう展開、どういうシナリオでもって、シナリオで展開していったら、高齢者の人たちがこう、騙されて、お金を巻き上げることができるかということに、命をかけてるわけですから、それは本当にね、わからないですよ。もうそれはもう騙されて、本当に仕方ない。もちろんね、気をつけなきゃいけないけど、騙される人も出てくると思いますよ。だって見た目、ね、いかにも薬剤さんみたいな見た目じゃないわけですから、本当にパッと見は好青年に見えてしまうような、すごく笑顔が素敵で、話がうまくて、テンションも高くて、人懐っこくてみたいな、そういう集団だったりするわけですから、ね、本当人のいい芸人さんたちがコロッと騙されてしまったって、それは仕方がないという側面もあるわけですよね。しかも、私も例えばね、ほんの数日前に、千葉の館山でね、講演の方させていただいて、千葉の館山のこの文化センターみたいなところにね、私の仲間が100人ぐらいこう仲間を呼んでくださって、ね、ヒロさんにどうしても、千葉県館山のこの僕の仲間たちに、ヒロさんの話を聞いてもらいたいんですと、ね、ヒロさんの話聞いたらみんなが元気になるからって言ってくれて、いや、いいのありがとう、なんつって、で、そこできちんと契約を交わして、じゃあ行かしてもらうからね、と言って、きちんとギャラもいただいて、やりますよね。ところが、変な話ですよ。例えばこの館山に呼んでくれたと思った僕のこの友達、仲間が、実は、館山では、すっごく有名な、ヤクザの息子だったとかね。だとしたら、僕、絶対わからないですもんね、そんな。後から聞いて、そうだったのっていう話になったって、おかしくないわけですよ。うん。で、しかも、僕たちだって本当にこの仕事って選べないわけだし、僕も以前ですね、ある女性の方なんですけど、Facebook でこう繋がってくださって、ねえ、私、なんかこう、津田さんの投稿とか、本当にいつも感銘受けてて、もう大好きなんですと、ぜひ繋がってくださいって、もういつも勉強させてもらってありがとうございまして、ご丁寧なメールをいただいたんですよね。で、ああ、こちらこそありがとうございますって言って、で、僕が、なんかね、家族の投稿したりとか、講演やってますみたいな講演、投稿すると、その方はいつもこうコメントをくれて、ね、2、3年前ですけど、もう今日もヒロさん頑張ってくださいね、今日もヒロさん輝いてますね、なんつって、ああ、ありがとうございます、つって。で、その後こう直接メッセージとかもいただくようになって、私、実はこういうことを勉強してるんですよ。心の勉強とかをしてるんですけど、ね、ヒロさんみたいな、本当にこれからの日本を背負っていくような、本当に世界を背負っていくような、そういう熱い人に、ぜひこの勉強会に一回来てもらえないかと思って、って誘ってくれるわけですよ。で、私も最初はね、それは会ったこともない人なんで、ああ、いや、ちょっと、まあ、ありがとうございますって言いながらも、ちょっとまあ、のらりくらりと交わしてたわけですけど、あまりの情熱でね、もうぜひちょっと一回ヒロさんにお伝えしたいことがあるんで、お電話とかできませんかっていうので、ね、ちょっと相談もあるもんでって言われて、まあ相談ぐらいだったらと思って、おいでこうお電話でね、相談を受けながらも、ああ、そっか、そういうことがあるんですねって言いながら、で、先日お話しした、ああいうちょっと勉強会の件なんですけど、本当にお手つきの際で構いませんので、一度参加してもらえませんかと、本当にヒロさんみたいな素晴らしい人を私の仲間に紹介したいんですと、もちろんね、そんな入会しろとかそんなこと全然言わないので、ただ私の先生にも会ってみてほしいし、私の先生本当に素晴らしい人なんで、この先生とヒロさんがまた繋がってくださったら、どんだけ日本が良くなるかと思って、本当に私それだけ願ってるんですと、わざわざ東京まで来いとは言わないので、東京に来た時にちょっとオフの日とか空いてる時間とかがあったら、一度来ていただけないでしょうかって、あまりにも情熱的に誘ってくださるんで、そうかと。ね、で、この女性が言ってくれるわけですよ。本当にヒロさんに成功してほしいんだと。本当に私の大切なこのヒロさんにますますどんどん成功と幸せを手に入れてほしくて、ごめんなさいね、私もこんなこと言ってうっとしいと思うんですけど、本当に私ヒロさんのこと好きなもんですから、めっちゃ応援してくれた。本気の応援マインドなわけですよ。で、そうですか、ありがとうございますって、もうそこまで言ってくれるなら、一回ぐらい顔出そうかなと思って、で、顔を出させていただいて。そしたらまあ皆さんとってもいい人たちで、ああ、なるほど、こういう心の勉強してんねやなと思って。で、今度ね、ちょっとこう合宿があるんだと。で、別にね、その会員しか入れないようなやつじゃなくて、全然門戸を開放してるやつだから、本当にこう、いろんな全国からいろんな方が学びに来られるんで、本当にこうね、みんなで交流もできるし、こう、泊まって学び合うことで、生涯の仲間もできるだろうし、一度ご参加いただけないでしょうかっ
て、まあ、そこまで言ってくれるならなと思って、参加してみました。そしたらですね、まあまあ結論から言いましょうか。ものすごく怪しい、宗教団体の勧誘のセミナーだったっていう。後でその合宿に行ってびっくりですよね。なんかね、早朝にこう、ね、こう、なんか起きて、なんかじゃあ朝からワークショップやりましょうみたいな話になって、あ、ワークショップすんねやと思って、なんかね、山のこう、何、宿坊みたいなとこ泊まるわけですけど、で、こう断崖絶壁みたいなとこ行って、何々景色いいけど、なんか朝日登ってくるけど、何ここで何のワークショップやんのってね、参加者が多分四五十人いたわけですけど、そしたらこの先生みたいな人が、さあ、神と一つになろう。ん?と思って。あれ?ん?と思ったんですけど。そしたらね、目を凝らすと、そこに、御仏の姿が見えてきます。なんかおかしいぞ、これと思って。蓋開けてみたら、まあ、ある特定のそういうね、あんま言ってしまえば、怪しい宗教団体だったっていう。判別つかないですよ、全然。だって、あんだけ情熱的に、真心込めて、真正面から、ヒロさんを応援したいって言って、ね、この、なんか、来られたら、なんかね、私もある意味、コロッとこう、騙されたわけですけど、で、あの時、まあ、たまたま断れる範囲の宗教団体だったんで、別に良かったですけど、ああ、ごめんなさい、私ね、ちょっと職業的に、ある特定の宗教を信奉したりとか、会員になるわけにいかないんで、今回はどうもありがとうございましたって、またこれからもよろしくお願いします、バイバイっつって、で、それっきり、まあ、お別れして、大変申し訳ないですけど、その方とちょっともう、Facebook もブロックさせていただいてっていう感じになってますけども、あるんですよ、そういうことって。本当に。うん、だから今回ね、宮迫さんとか、あるいは亮さんとかが、ね、あるいはもともとのその空手家の入江さんとかが、これを判別できて断れたかっていうと、絶対断れないと思いますよ。絶対断れないんですよ。うん、断れないし、判別つかないわけですよね。うん、なんか、人たちやなぐらいで、行ってみたら、あら、びっくりっていうのでね。で、しかも、今回もらったギャラは、この反社会勢力が、高齢者の方から巻き上げたお金を、そんな数百万円ももらうって、この嘘つき宮迫、どういうことやって言って、怒ったりとか、あるいは今度はね、くるっとひっくり返って、そんな宮迫たちは騙されたに違いないのに、このね、守ってくれない吉本はどないなっとねみたいな、そういう世論がめっちゃ盛り上がったりとか、おいおいおい、日本人大丈夫かと、本当にちょっとしっかりしてくれよと、マスメディアが報道することを何でも鵜呑みにするんじゃないよと、本当に思ってるわけですね。で、今回マスコミが悪いっていう人たちもいるんですけど、まあ、100歩譲って、マスコミの人たちも、やっぱりね、視聴者の注意、何年に、こう、関心、引きつけるような、こう、ちょっとね、ショッキングな話題だったりとか、スキャンダラスな話題だったりを提供して、視聴率稼がなきゃいけないわけだから、ああいう風に論じるのも別に普通なんですよね。だから私たちね、何でもかんでもテレビで流れてることをこう鵜呑みにするんじゃなくて、本当にそうかとか、本当に悪いのって誰なんだって、自分の頭で考えてみればそれ、もう本当に一目瞭然で分かることのはずなんですけど、ああ、そうか、今回は、こういうふうにね、なんかマスコミが、宮迫が悪いだの、亮が悪いだの、吉本の社長が悪いだのやってるけど、違うよな、これってって。もともとそこじゃねえんだよなっていうことを、きちんと自分の頭で判断できるようになればいいんですけど、ね、マスコミが一時期、宮迫が嘘ついた悪いってなると、宮迫悪いってなって、で、その方たちが涙ながらに会見したら、急に今度気の毒だってなって、ね、やっぱり悪いの吉本なんちゃうかって言って、で、吉本の社長が今度、しどろもどろののらりくらりとした、なんか何言ってるか分かんない会見をすると、やっぱりあいつが悪いに違いないって言って、そうなんですよ。こんなもんね、社内の話なわけですから。だって吉本さんからしたって、ね、国の仕事背負うぐらいの大きな企業が、自分のとこの芸人がこっそり他のとこで仕事してて、おいおい、こらこらっていうところで、で、しかもその人たちが反社会勢力からお金を受け取ってた。ね、お前受け取ったんちゃうやろな、受け取ってないですって言って、ほんまやろな、ほんまですって言って、守ろうとしてあげたのに、本当はお金もらってた。偉いことや、どうすんねん、これって言って、そら、ああいう記者会見になるっちゅうねんって話ですよ。こんなもんね、社内で済ませりゃいい話なんですよね。お前らどういうことやねん、お金受け取ってない言うてたやないかって、本当にすいませんでしたって、どういうことやねんって言って、それで終わりじゃないですか。その社内の問題を、なんでこんな国民全体がね、本当にああだこうだこうだこうだってこう言うのか、
うん。で、あの、松本さんとか加藤さんとか、本当に吉本の皆さんが、社内で立ち上がって、もっとね、この会社を良くしていこう。この体質のままではいかんって、立ち上がってる姿、いいじゃないですか。会社の中で、そういう心ある先輩、上司。で、例えば普通の会社で言ったら、部長さん、心なしのある部長さんとかがいて、このままの体質ではいかんぞ、社長っていうことを、ね、社長とか会長とかにかけ合って、本当にみんなでもう一回いい会社作ろうやって言って、それをまた、みんなで応援する。頑張れって言って、もう一回頑張れよって、またいっぱい俺らを笑わせてくれよって言って、みんなが応援するっていう、そういう風潮でいいじゃないですか。反社会勢力なんかに負けねえぞって、またね、うん、みんなで頑張る。それでいいんだと思うんですけど、本当に日本国民、どうしちゃったんだろうなと思いますよね。自分の頭で思考するという習慣があまりにもなくなってしまったのか。ね、新聞、テレビ、メディアの言うことを完全に鵜呑みにしてしまう。うん、新聞、テレビ、メディアなんて、本当に言ってしまえば、視聴者のためにニュースなんか書いてないわけですよね。あれって誰のためにニュースばらまいてるかというと、株主のためですからね。そりゃそうですよ。だって会社なんですから、組織なんですから、株主の方にちゃんと納得していただけるような仕事をしなきゃいけないわけだから。なら時にはちょっと過激な論調になったり、視聴者のね、本当にこのね、ちょっとこう煽り立てるような記事を書くっていうのも、それはそれでちょっと致し方のないことなので、ありとあらゆる情報をきちんと取りながら、自分の頭で判断して、そんなことに騙されねえぞとか、このマスコミ結構過激に書いてんな、おいって、いうことを楽しめるぐらいになっちゃえば、いいのにね。みんながなんかね、マスコミの報じる通りになんか右行ってみたり、左行ってみたりしてるもんですから、大丈夫かと思ってるわけですけど、本当にね、そういうことなんですよ。もうちょっと、自分の頭で考える癖をつけなきゃいけないなと、今回の件で改めて思いました。しかも、マスメディアが、ああいったことをずっと煽り立ててる間に、世界ではもっといろんなことが起こってるし、ね、国会とかでも重要な法案がこうね、通されてたりするわけですから、そういうこともきちんとこう確認した上で、そうやってくるといろいろね、ニュースの見方が変わってくるので、マスメディアがこうやって煽り立ててる間に、重要な法案が国会で通されたなとかね、いろんなことが見えてくるんだと、本当に世の中の流れというものがきちんとこう見えてくるようになるし、すると、ある意味においてはもっと生きやすくもなるし、誰かによって自分の考え方とかをあっちへ持ってかれたり、こっちへ持ってかれてっていうことも少なくなっていくでしょうから、本当にね、今回の件をきっかけにして、もっと日本国民一人一人が自分の頭で考える。自分の頭できちんと考えて調べて、判断して自分の考えを持って、誰かに主張する。ね、で、時には主張を戦わせたりしながら、僕はこう思う。あなたはそう思うんだね、なるほどっていうのが健全な議論かなと思うんですけども。で、時には政治家とかに対してもきちんとそういうふうに物を言える国民であった方がいいでしょうしね。なんかもう流されるまま生きてる。本当に、私もね、自分の学校ユニバーなんかで、いつも言いますけど、人生の主人公として生きてない。もう本当にあなた次第、マスコミ次第、ニュース次第、もう垂れ流される、もうなんかメディア次第で、自分のこう、何?心情とか、思考、思想さえも流されてるんだなと。いうふうに思いますよね。流されるままに生きてるとこういうふうになってるんだなと。だからこそ、改めて、今回の件を通して、もっと思考力、考える、自分の頭で考えることも身につけながら、人生の主人公として生きるってことを改めて問いかけてみたいなと、そのふうに思いました。個人的にはですけど、宮迫さんなんかは、僕の友達の命を救ってくれてね、恩人でもあるんですよ。僕は直接ね、宮迫さんにお会いしたことはないですけども、またね、いつかお話する機会があると思うんですけど、本当にね、助けてくれた大恩人なんですね。だから、いつかお会いすることあったら、もうちょっと事情話して、めっちゃお礼言いたいですし、もうね、りょうさんなんて、いかにもなんかもう嘘もつけないような、人もようだまさんような、なんか優しい人じゃないですか、もう、なんかね、なんか出会うことあったら本当友達になりたいなって思うぐらい、なんかきっと優しい人だと思うし、あとね、私講演家として、こうやってこう、もっとね、面白くユーモラスに喋れるようになりたいな、みたいに思った時に、何をしたかっていうと、ダウンタウンさんのその DVD フリートーク見て、なるほど、こうやって喋ってるんだってめっちゃ研究したりとか、昔の島田紳助さんのね、フリートークとかを見ながら、なるほど、ファシリテーションってこうやって面白おかしくやるんだなってことを勉強させてもらったりとか、そういう意味ではね、私自身もユーモラスに人を元気にして笑わせていきたいっていうことを考えたときに、まあ吉本さんには本当にお世話になったなとも思ってますし、そこで頑張ってる芸人さん、本当にこうね、みんなに学ばせていただいたなとも思ってますんで、改めてみんなで、
あの会社、あそこで頑張ってる芸人さん、もちろんね、吉本さん以外の、そういう芸人さんとかもまたみんなで、本当にこう、応援しながら、反社会勢力なんかに負けねえぞって、みんなでまた明るく楽しく、ね、本当にこう、生きていきたいですよね。一人一人が人生の主人公として、楽しく生きていけるように、これからも、思考力鍛えながら、みんなで、幸せな人生、送っていきましょうね。本当に直接お会いすることはないですけれども、応援してます。ということで、日本人、思考力をもっと自分の頭で考えるってことも、もうちょっとしっかり考えていった方がいいかなと思いました。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。